はい。 えっとですね、まあコメント欄とかでちょこちょこ、ええー、いただいていたんですが、えっ、ー、と、大人の教養 TV さんという、えっ、ー、と、チャンネルがございまして、えっ、ー、と、そちらの、えー、方がですね、えーと、幸福の科学について、動画を出していたということで、ええー、ちょっとそれを見てみました。で、幸福の科学とは何がやばい驚愕の実態、基本理念から最新の現状までわかりやすく解説というタイトルで、ええー、動画を出されていて、で、まあ、それをまあ、ざっと見てみた感想なんですけれども、いや、まあ、かなり、あの、詳しく、まあ、調べてらっしゃるなという感想でした。でとても あの編集とかもしっかりしてて分かりやすかったですし。あと、あのまあ最初のまあ、立秋のところから、あとはまあ大川隆法の人物像とか、あとはま校区の科学がその1番最初にバズっていた時期とあとはまあそこからね。あの1番栄えていた時期から。まあ、あのまあ、どうやって今没落してして,てるか？みたいなこととかをあのかなりね。詳しくあの <laughs> 調べて、えー、と解説されていたなっていう感じでで。しかもまあ、その航空の科学がその表。 表向きに出している大本営発表だけじゃなくて結構だからその、まあ、代表大本営発表ではその、まあ、出せないというか隠している部分とかまで、えー、かなりあの詳しく、えー、解説されていたのであのあこれはもうめちゃめちゃあの調べられたんだなというのを感じました。まあね、も,もしだからその、えーとまあ、大人の共養 TV さんが僕のチャンネルを、まあ、見てるのかどうなのかわからないんですけれどもあのかなりだからちゃんとしっかり、えー、と裏側まで調べなければならないところまでしっかり調べてあの話されていたのであの非常に、えーとまあ、正確性が高いなという、えー、感じでございました。でえーと まあそれを見てで、まあちょっとね、あの、まああの、若干補足じゃないですけど、補足といいますか、あの、まあ最後の締めの締めに近い部分のところで、えっと、まあいろいろ幸福の科学、まあこんな競技で、えっと、こういうことがあって、でも、今、没落してってるけど、で、でも、なんか、信者さんの中には、その幸福の科学で解かれている教えを、あの、大川隆法が解いている教えを実践したことによって、実際に幸せになれたよって人が、えー、たくさんいる、みたいなことね、最後の締めの方の結論で、あの、おっしゃられていた、あの、ところがあって、そう、まあそこに関してだけ、ちょっと、あの、僕の方からね、少し補足を、 あのさせていいたただきたいかなと、まあ、補足というか、まあ、その実際僕が見てきたあの状況あの航空科学の信者さんの実態がどんな感じだったのかっていうことについてあの、まあ、少しね、えー、加えて話させていただきたいかなというふうに思います。であの、まあ、あの信者さんの一般的なその、まあ、生活あのスタイルっていうことあのについて話をするんですけれどもあの、まあ、支部に行くわけですよね。あの まあ建物とか建っててそこがそのまあなんだろうえっと発出所みたいな感じになっててまあその日曜日になったらみんなで支部に集まるとかなんかそんな感じでやってるんですけれどもあの結局だからそのまあ支部長ってそのまあそのまあ支部の責任者みたいなのがいるんですけどまあそこにやっぱその,の本あのノルマが課されるわけですよね。毎月何人以上入信させなきゃいけないとかあとはそのまあお布施,あの,お布施の金額あ,のまあいくら以上やっぱそ,そこで稼がなきゃいけないとかまあそういうノルマが割り振られるわけですよね。それを達成しない しないと、まあ、その支部長のね、首が飛んじゃうとか、いう話があったりとして、それで、まあ、昇格降格っていうのは、まあ、かなり、えっ、ー、と、激しくやられるわけなんで。あの、結構だから、お金に関しては、ものすごい必死なんですよね。で、やっぱり、その、ただ、あの、かなり、その、まあ、動画の中でも、えっ、ー、と、まあ、解説されてたんですけど、やっぱ、高齢、あの、高齢化がものすごい進んでいるので。信者さん一人一人が出せる額っていうのが、まあ、どん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 ど、ん少なくなっていくわけですよね。そう、だから、あのー、まあ、基本、あの、基本だから、その、まあ、なんだろう、安倍維持下がり続けている状態で、だけど、その、上からの、その、まあ、お金を出せっていうのが。 どどんどん強くなるわけですよ、ね、あのまあ,今日あの上の方としてはやっぱりその、まあ、政治とかあとはその、まあ、大川隆法がその自分が総理大臣になりたいって思ってるそういうあの夢があるからやっぱりそのね総裁先生が喜ばれることっていうことであの信者さんはそれに向けて頑張ってるわけであってだからそれを実現するためにはやっぱもっともっとお金がありますと政治活動今結果が出てないけどでもこれやり続けないとあのす <laughs> おあの隆法総裁先生の夢が叶わなくなっちゃうからだからみんな頑張りましょうみたいな感じでどん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 締めつけが厳しくなってくるわけですよね。そそうでだからその お金を出さなかったりとかすると、えー、なんで出さないんですかみたいな感じでやっぱ詰められるわけですよね。あの、支部長とか、あとはその他の信者さん、あのー、まあ、いっぱいお金を出してる信者さんとかから、あのー、まあ、あんまりだからその、まあ、家庭的に、まあ、その金銭状況が良くなくて、あお金出せないよっていう人、え、あなたなんで、えー、あの、お布施しないのあなたには信仰心がないのみたいな、まあ、こういう感じになるわけですよね。で、そのお金が出せない信者さんはどんどんつま弾きされていって、村八分になっていって、それであのー、まあ、お金を出せる信者さんがやっぱ優遇されるわけですよね。大黒天って言われる、その、まあ、かなり、えっと、年間でもう、その億単位とか、あの数 数十億とか数百億とか出してる信者さんがいるんですけどまあそういう人とかはもう本当に VIP 扱いですかねああのまあ、東京昇進館の時もてんか「はっはなんとかさんいらっしゃいませ」みたいな感じで「はよくぞよくぞよくぞいらっしゃいませいらっしゃいませませんみたいな感じであの,しょあの職員さんあのセインブリッジクラスの職員とかみんなもヘイコラヘイコラしてお金を出してる信者さんにねまあそういう感じなわけですよね、うん、だからそのお金の部分でやっぱりかなり厳しい締め付けがきてるよっていうのがまあ実態なのと、うん、あのまあだからそれそれに。 ま、つなげて言うんであれば、その、贅沢品とかをやっぱ信者さんが、あの、つけてると、やっぱそれは嫌がられますよっねって話で。で、その、ま、ちょっと高い服とか、あの、それも、ちろん大黒線の人とかに、大黒線の人とかは、それは、あの、会社が、が儲かってるとか、あの、ま、土地を持ってるとか、そういうのとかがあるから、ま、そういう人たちはもうお金出してる人は別に何をあの、何したって、ま、何も言われないわけなんですけど、やっぱお金を出せない人たちとかが、あの、ちょっとだからいい服とかをね、あの、着てたりとかして、あの、人他の、ええ、ま、その、ま、婦人部の、ま、あの、のの女性の方だから、え、あなたなんでお伏せしないのにそんないい服着てるの ってその綺麗な服買う余裕があるんだったらそれなんあのお伏せしなさいよってそれをお伏せしないで自分のために使ってるってことはそれは進化しあの信仰心がないってことだよねみたいな感じでそれでいじめが始まるわけですよねとかまあそういうことがあるわけでだからそのみんなあのなるべくそのいじめられないようにいじめられないように質素な質素な生活をねあのしなきゃいけないっていうふうにどんどんなっていくわけですよね、うん、っていう感じでかなりだからえっとお金を出せ,あの出せない人っていうのはかなり信者さんの中でも迫害されていきますよっていうまあそんな実態としてはそんな感じですねうん、まあ、あとはやっぱりそのそれにつながる話であのそうやってそのお伏せを出さないとその やっっっっぱり優遇ししてててててもらえないいいうううかその村部にされてしまうっていうことがあってだからそのどんどん社会から確実さ,れてされていくわけですよねその幸福の,の科学の,あの信者さん以外の,あのコミュニティとかに行ってそこでなんかお金を使ったりとかするとあのまあそれは伝道のためっていうふうな言い訳ができるかもしれないけどやっぱりそういうところに行くんじゃなくてなんかどうしてもっと活動し参加しないのみたいなあの政治とか今大変でしょみたいな感じでだったらそのあの選挙がある時にポスター貼りとかなんで手伝わないのみたいなあの全部それはあのお金が出ない無償のボランティアとかでやるわけなんですけどもそれとかなんでしないのみたいな感じ であのどん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 活動あのやらなきゃいけないことがどんどん増えていってるわけであってその、まあ、映,画映画のねあのぐ,るぐるぐる回転菩提っていってその、まあ、チケットだけあの切ってその出てくるみたいな、ね、あれとかもあの映画の時期はやんなきゃいけないしあとはそのまあなんだろうね、まあ、単純に本も売ったりとかしなきゃいけないしやっぱり本,本とかも一、まあ、人何十冊とかね買うわけですよねこれあの、まあ、大人の教育 t v さんの,あ,のあれにあの動画の中にも載ってましたけどもそう,あそういうのとかもあるからその買って余った本を検本しなきゃ検本しなきゃみたいな,なんかそういうこととかもやらなきゃいけないからやっぱその添本とかするとやっぱり どうしてもそのなんだろう航空の科学を 知らないコミュニティあの知らないコミュニティは、まあ、一般の人って言うんですけどその一般の人からしたらやっぱりその引かれちゃうわけじゃないですかやっぱりその幸福の,の科学の本を渡したりとかするとねでそれもやっぱその詰められるからやらなきゃいけないとか、まあ、そういうプレッシャーとかもかかってくるわけであってだからどん,どん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 そうやって幸福の,の科学のコミュニティ以外の人たちと関わる時間がどんどん減っていくからどんどん社,あの社会から隔絶、えー、されていくしっていうあの感じになっていくわけですよねでも支部の方に課金しないとやっぱりその優遇してもらえないしみたいなあのそういうことも発生し,し,て,くるしてくるわけであって、まあ、そういうところはやっぱり結構信者さんは不幸だ なっていうことを思うわけでございますよね、うん、まああとは、えー、そうですね、うん、えっと職員さんあの航空の家具の職員さんねあのこれはだから今の話は信者さんの話なんだけれどもあの職員さんとかもやっぱりちょっとあのこれは今かなり不幸ですよねっていう、えー、話であってあのまあその職員さんで、えー、まあ、とにかくだから今給料がガンガン減らされてるわけですよねあの職員さん航空の家具の職員さんっていうのはそのまあ送食給っていうのをもらってるわけであってそれはあのお寺に住み込みのお坊さんとかとまあ同じような仕組みであってつまりだから あの労,労働者じゃないんで、あのー、雇用契約書とか交わしないからそのあれなんですよね、えー、と労働基準法が適用されないわけなんでだから、えー、もちろん定時とかいう概念もないし、あのー、まあえっ、ー、とーまあ休日休日一応何となく月曜日が休みみたいな感じになってるけれども、うん、でも別に月曜日になんかその劉邦、まあ、が説法しますとか何とかしたらみんな出てくるしあ、まあ、政治とか映画とかやってる時はもはそんな関係なく働くしみたいなでもちろんだから、あのーえーまあ、有給とかそういう概念とかももちろんないですし、えー、だから残業代とかも出ないしあとはもう給料も自由に決められるだからその 劉峰、まあえー、がその霊言をやってであのあこの人はあの過去勢がすごいって言った人がいきなりあの月100万ぐらい、えー、の 給料そういう話もありましたけどそれと一緒であのお前明日から給料ゼロになって龍邦が言ったらそれゼロになっちゃうんですよゼロ,ゼロになっちゃうししかもそれに対してその法律的に抗うことができないわけですよねそうだから明日からお前無給で働けとでその総食給っていうのはその、まあ、仏の,あの御仏の慈悲であるとあのエルカンタイの慈悲で頂い,いてる本来はその無償であの無償でその、まあ、エルカンタイに対する愛に応えなきゃいけないところをそれをもうご慈悲でお金を頂い,いてるんだと、まあ、そういう考え方だから給料、まあ、ゼロにでもそれ働いて当たり前でしょっていう、まあ、そういう考え方なわけですよね。そうだからまあ 使われるよねだからその,あのメディア文化授業区がものすごい大変ですよメディア文化授業区ってその映像、えー、制作あの あの、専門の部署があるんだけど、それが、流法の説法って、あの、何百本とかあるんで、1日3本とか、2、3本とかやる場合もあって、それの編集する人、あの、この YouTube の動画編集とかめちゃめちゃ大変だけど、流法の説法って1本だから、あの、1時間半から2時間ぐらいとかある場合があるから、あの、そういうのも全部その編集しなきゃいけないし、あとはその、ま、いろんなところに発信する用のね、あの、外部に PR する用の素材とかもつくあの作ったりとかしなきゃいけないし、国実現党とかね、そういうのとかも全部メディア文化事業局に来るから、そのメディア文化事業局の,その作業する人たちとかもずっ ずっともう貫徹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 っっててて感じでもう床に寝寝転がって寝てるみたいなね、まあ、もちろん当然残業で出ないし休みもないしあの出版もあの出版局も大変ですよ出版局もやっぱりその本がものすごい冊数出さなきゃいけないからあのそれを回すためにだからあの原稿チェックとかあの製本の作業とかものすごいあのずっとだからあの張り付いてやんなきゃいけないしだからその出版局の,あのトップの,あの人あの局長クラスの人が一回過労死しちゃったみたいな、ね、あのそういう話とかもありましたけれどもだからもう基本的にだからど,どれだけ働いても給料上がらないし休みももらえないし、あのー、なんだろうそれでなあのー 結局だからら待遇が変わわないわけですよねしかも今その職員さん自体の平均的な給料がもうガンガン下げられてるんで多分ボーナスが廃止になった話とかもありますけど3年前がいいかなあの、えー、と僕が航空、えー、の学の職員を辞める直前ぐらいに、えー、ボーナスが廃止,廃止になって、えー、大体それまではあの6月と12月の2回にその、まあ、2か月ぐらいに、ね、普段の月給の倍額ぐらいをその6月と 2, 2月にボーナスとして出したんですけどあのそれが、えー、今年の冬からボーナスなくなりますというふうになったわけですよね。あの財政状況が悪化してだからその職員さんたちは、えー 2か月分の給料を丸々失ってしまった。ななおかかつそのアベレージそのなんかそののそそん もともとの,の,、まあ、あの部長だったらいくらとか課長だったらあ課長だったらいくらとかなんかそういう給料とかも、まあ、あの決まってたんですけどそれのもともと時代の部長,部長の給料もあの基本60万,とか例えば60万とかだったのが、えっと、50万に減らされるとかそういうことがいろんな役職でもあのバーバーババって全部起きててものすごい収入減になったんですよね職員さんたちはそう。だから職員さんの、まあ、お子さんとかが、えー、これからその学校に行くって時になった時にやっぱりその大学に行かせられないとかあとは私立に行かせられないとかあのそういうこととかも発生してくるわけであってで結構あのかわいそうな職員さんと からとえお子さん3人ぐらいいらっしゃってその中学受験と、えー、高校受験がかぶっちゃってそのあのあ上の子と下の子のみたいなそうだからあのー、志望校をちょっと変えてもらわなきゃな,ならなきゃいけなくなったとあの2人同時で受験が来るからちょっとやっぱその受験料とかも出すの,あの塾の費用とかももう出せないからあのー、志望校を下げてもらって国立の学校に行ってもらうしかないとかなんかそういうことを言ってた、えー、あの職員さんとかいましたけど、うん、やっぱりそういうのが厳しいっていうのとなおかつあのそれで幸福の科学学園ねあの中高とあとは HSU 大学ありますけどまあああののの科学学園中高はそのまあ、一応卒業したら中 卒卒高の資格がもららえるかままあまだマシっちゃマシなんですけど HSU だから4年間通ってもその大学の認可取れてないからあの何にもならないですよね何にもならなくて、えー、と4年間その私立の大学並みの学費を払ったところで大卒の資格が取れないから高卒と同じっていうわけなんで、まあ、それは当然ねあの就職の時とかものすごい不利になりますよねっていう話でございましてそれとかもやっぱ航空の科学学園中高とあとは HSU に子供自分の子供をやっぱ進学させないとそれは信仰心がないっていうふうに言われるわけですよね。だから職員さんたちはそうやって 給料を減らされてボーナスとかも減らされている中で、それではやっぱその航空の科学学園とかに、えー、通わせなきゃいけない。もちろんね、航空の科学学園とか、H. S. U. とかの学費は落ちないですから。落ちないのに、その、えー、給料減らされてるのに、そのお金を出さなきゃいけないみたいなね、もう。だからもきき、もう、きつきせ、もう、本当職員さん、本当に辛いと思う今そう、だから、えー。そういった意味で、あの、まあ、職員さんも、かなり、えー、不幸せな状況に、今、じ、実際になっちゃってるっていう話があるわけで。で、まあ、なんだけど、しかも、それで、じゃあ、あの、給料足りないんだったら、やめればっていう話もあるけど。やっぱりね、転職も難しい、職員さんは、どうしたって、その。 経歴書とかに。 あの、前職何やってましたっかって聞かれて、その、航空の科学の職員を、あの、二十何年やってましたとか書いて、そんなん落とされるでしょって話で、もうそんなんもう引き受けてくれるのは、その、航空の科学に、え、まあお金をいっぱい出してる大黒天企業っていう、まあその航空の科学の、え、信者さんが社長やってる会社とかがあるんですけど、あの、そういうとことかあったら、まあ雇ってくれることはあるけども、まあそれもまあ有限だし、そんな無限に受け入れができるわけじゃないしっていうことで、うん、だから、あの、そういうとこ関係なく就職するっていうのはもうかなりかなり厳しい、え、話であるので、まあ職員さんっていうのは本当にだから、辞めたいって思ってもなかなか辞める ことができないと、給料は減らされちゃってるけど、でも、あの、やめて、あの、ガチで無職になっちゃうよりは。まだ給料減らされて、もう働い、あのー、職員の方でいた方がいいかなっていうことで、なかなかやめようっていう踏ん切りがね。えー、皆さんつかないということがあるみたいでございますね。はい、そんな感じで、えー、だから、信者さんも不幸だし、えー、職員さんも、あの、不幸、あのー。中がかなり多いっていうのが、これ、実際のところとして、あるっていうのを、ちょっと付け加えさせていただきたいかなと。まあ、あと、あの、お子さん世代ですよね。あの、子供、あの、お子さん世代がね、一番不幸。だって、その、生まれた瞬間にいれられちゃうわけだから、あの、親子さん世代とかが、今、航空の科学の。 そのメインのの信者さんだけれどもあのそのまあお子さん世代まあ僕と,まあえと、まあ、30代とかあと20代10代とかあの人とかいるけど生まれた瞬間から信者されちゃうんですよ生まれた瞬間に信者されちゃうからそ,それだからあの選べないしあのそれで結局え物心ついた頃とかに幸福の科、ね、学の中学にあの無理やり行かされるとそれはもうやっぱりあの選択肢はないわけですよねそれを逆らうっていう中学生とかだとそうだからあ,のあなたは学園に行くのみたいな感じでそれ嫌がってしかも全寮制だから全寮制で6年間逃げれないわけ 6年間ずっとあのねあのまああのなす特になすとかひどいですよねなすとかあの、まあ、僕のねあの動画にあのありますけどそのナスプリズンって言って本当に何もや何にもない山の中にあのその中に6年間ずっと缶詰なわけであって、うん、それとかまあ中高生のもう多感な時期をこう過ごすのってのはもうかなり拷問に近い、えー、話でございますけれどもまあ、そういうところに行かざるを得なくなってしまうとでその航空の科学,学園あの中高とかあとはその HSUHSU とかもっとひどいですよね。あのの学園学園園中高は一一応応卒業したら一応こうあの 中卒高卒高にはなるけれれども HS はっったって大卒になないのに,なのにその、まあ、他のね東大とか早稲田とかあのそういうところを受かってもそれ蹴って HSU に行けっていうわけですよでそれが、えー、と東大早慶とかをあえて受からせてそれをやめさせて HSU に来させるっていうのがそれは基本方針なわけであってそれだったらその、えー、航空の学学園の実績にもなるわけなんで国空の学学園から東大何名受かってます早慶何名受かってますとかあそういうの出した上でその人たちを受かった人たちを HSU に入れるとまあこれこれぞ信仰の署名なんだとそうだからのこの世的なねこの世的に価値があるものをあの全部あのかなぐりで で、それであの H S U にあの入るっていうその大卒の資格取れなくても H S U にすあの入るってこれがだからそのま自己犠牲の精神でこれが信仰のあられなんだとまあそういうまあ論法を使うわけですよね。やっぱそのお子さんたちとかやっぱ逆らえないからそれ楽器出してくれてるのは親だからそう。 だからそういった面でも、その、あの、幸福の科学の、あの、ま、信者さんのお子さんたちが、あの、本当に幸せなのかって言ったら、もうかなりだから、生まれた時点でだいぶ、まあ、その、まあ、ディスア,ンドアドバンテージっていうか、うん、だいぶハンデを追っちゃってる部分っていうのはかなりあるかなと、かなり厳しい。の僕のところもやっぱ DM いまだにいっぱい来ますよ。その、学園に行きたくないんですけど、どうしたらいいですかみたいな話とかも来たりとかするし、そう、あの、やっぱりそれは、あの、かなりだから、深い闇の部分として幸福の科学の、え、ま、信者さんのお子さんたちあっていうのが、これが一つ、不幸になってる人たちかなというふうに、 思いますであのまあその国土科学のその、えっと、HSU とかを巡ってはあの殺人事件とかまで実際に起きてるわけであって、うん、こ,れ殺あのこれ下にリンク貼っておきますけれども、えっとまあえっと、HSU ができた年なんですけれども、えっとまあ、HSU にあの行こうとしてた高校3年生の、えっと、信者さんの、えー、お子さんがいてでそれでそのお子さんが、えっと、学費をっと学費を おおじいいちちゃゃんんんばあに出ししてもららう予定だったですよそれでおじいちゃんおばあちゃんが HSU の受験して受かってそれで僕はじゃ HSU に行くんだって HSU に4年間通って大卒の資格取るんだって言ってたらそしたらそのっとに大川隆法がね文部科学省に霊儀は必須科目として認められないみたいなことを言われてそれを必須科目から外さないと大学認定しないよって言われてそれでブチ切れて当時の文部科学省の下村文部科学大臣の悪口 みたいのを送りつけてそれであの認可しろと圧力をかけたらそしたら逆にもう認可しませんってなっちゃったっていうことがあってそれで、えー、とそこの HSU にあのかよあの通おうと思ってた、えー、その高校3年生の、えー、と生徒の方のおじいちゃんおばあちゃんがあの行っても大卒の資格取れないんだったらあのそこにはお金を出せないとそれだったら浪人して,浪人して例,えば例えば浪人するとかして、えーまあ他の大学に行って大卒の資格を取ったらいいというそういう,そういう話があったらしいんですけどもあのそれを聞いて HSU には行かせないって、えー、言われてしまったその高校 3年生の学生の人が学方がそのおじいちゃんおばあちゃんを殺してしまったっていう話があってあのこれは実際あのニュースとかでもかなり報道されましたんで、うん、そういう実際に人が死ぬとかいう事件もまあ起きてるわけですい、ね。これもだってはっきり言って大川隆法が殺したのと一緒ですよね大川隆法がそうやって、えー、まあ来る生徒さんあの入学してくる生徒さんたちのこととかを本当に考えたらその大,卒にあの大卒の、えー、まあ認可をもらってるのか何をあの思ってしても最優先しなければいけない事項だったと思うんですよね。それををだから無限にしてその自分のプライドあの霊言を、えー 教育あのちゃんとした学問として認められないっていうふうに言われたことに対して切り返してしまったっていう、うん、それがやっぱり大川流法っていう人間の,あの非常に耳あのなんか。 なんて言いますか？問題点と言いますか？うん、そうやった中、結局だから自分のあのエゴを実現するためだけに動いてる人間なんで。だからその人のことを幸福にしようなんて、あのここ,のこれっぽっちも持ってないわけですよ。うんだからえ、大川隆法のその判断によって、その殺人事件が起きてしまったということが言えるわけでございますよね。っていうことで、実際に本当に実際人が死ぬところまであの言ってる話なんで、うんまあ他にもね。いろありますよ。なんか、あのまあ職員さんが過労死しちゃった話とかもあります。けれども、他にもね。色々。まあ、あの死んではないまでも人生まあめちゃくちゃになってなっちゃってる人とかいっぱい見てきてますよ。あの。 をするためにだから消費者金融からお金借りちゃったりとかし,あのしてる人とかあとはその、まあ、お布施をするために、えーまあそのまあ、風俗みたいなところで働いたりとか、まあ、そういう人とかもやっぱりいるわけであって、うん、だからそういうことを、えー、やってそれ,それでお金を絞り取って絞り取ってしてる、えー、幸福の科学っていう教団、うん、それの教えを信じてる人たちが果たして本当に幸せかどうかっていうのはねそれはあの、まあ、幸せの定義っていうのが何かっていうことを話にもなるかもしれないけどあのそれは自分自身がそれでも幸せだとそれでも幸せだと、えーまあ、そのた例えばだけれども よくあるケースとしては離婚しケースですよね家庭があってお母さんの方がお布施をしまくっちゃってでお子さんとかを大学とかに行かせるためのお金とかも全部教団のお布施につぎ込んじゃってそれをんかある日旦那さんが発見して「お前なんでこんな貯金ねえんだ」って全部総裁先生にお布施しましたって「ふざけんね息子のほうが起動すんだよ」とか言って「いやでもこれは信仰のためにこの世的な幸せよりもこれは信仰を取ったのみたいなことを言ってそしたら「お前なんか離婚だ」ってなるわけでしょっていう話で。そて離婚しきたら それを推奨すするわけですよねあなたはそのこの世的な成功よりもそのま信仰を選んだというふうにあのそれをだから祝福されるんだけどでも結局それをなお金が出せ,出せなくなっちゃったら終わりなわけですよねあの最初に言ったように結局それでも、えー、お金まあその時は出したとしても、えー、まあ,あの母子家庭とかになってそれでやっぱりな収入とかも落ちてくるわけじゃないですか収入とかも落ちてきてそれであお金出せなくなってきたらあれあなたなんで、えー、祝福しないのあななんな何でお布施しないのみたいな感じなるわけだからさらにさらにねあの地獄の連鎖が始まるわけですよねうんっていうだから実際はそういうところなんだよっていうことを、えー、ちょっとねあの 補足させていいいいいたたただきかかななという,ふうに、えー、思まました、まあ、わかんないそれでもあの借金まみれになっても家庭がボロ,あのボロボロに壊れても、えー、幸せだとかいう人はあのそれで幸せって自分がやったら幸せってなるかもしれないけど間違いなくその人の周りの人たちは不幸だと思いますよっていう話でまあそのねあのそういう家庭が壊れてし,あのし,ま,しまった方々の、まあ、お子さんとかあとはまあ親御さんとかあと周りの友人とかねもうんかそうやって破滅していくその信者さんを見て決していい気持ちにはなってないと思うしやっぱりそのどんどんあの落ち していく助けてあの助けいけどやっぱ助けてあげられないないとかあとやっぱり幸福の科学っていうああのまあ、宗教のねあの評判っていうのはどん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 、えー、あのここねあの数年、まあ、インターネットが普及してきたことによってこういうなんか YouTube とかでの実態暴露とかもすごい進んできたわけだからあのやっぱ幸福の科学っていうあの組織に関わっているとやっぱりあ、まあ、ちょっとお付き合いできないかなとかいうことも昔よりきっと増えてきたと思うんで、まあ、そういった意味で今現状ねあの信者さん活動を続けられている方とかでまあ、それを私は,私は幸せなんだって言ってる人がいたとしても確実 実に、えー、その人自身は仮に自分で幸せだと言ったとしても周りの人はあの間違いなく不幸になってますよっていうことは言えるかなという風に思います。はい、まあ、そんな感じでちょっと長くなっちゃったんですけども、えー、大人の教養 TV さんのねあの動画の非常にあのまあ、詳しくあのまとまっていてあの非常に信憑性も高い内容かと思いますのでぜひ皆さん、えー、見てみてください。あの概要欄に貼っておりますので、えー、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、そんな感じでちょっと幸福の科学特集で他のチャンネルやってましたということでそれについて、えー、付け加えて説明させていただきました。はい、そんな感じです。